った足のついた状態から背泳ぎの姿勢ですね、仰向けで5メートルラインほどまで伸びてください。なぜこれが必要かと言いますと、ここでもまっすぐなるように肩甲骨の下から膝までが一直線になるようなイメージで行ってください。この姿勢ができることによって、よりストリームラインが簡単に取ることができます。よくありがちなのが入水をしてちょっと横にずれてしまってまた入水が始まる、この反れた状態が水を掴んでいないという証拠なので、足の甲で水を押さえる、膝裏を上げる、この動作が重なるとよりしなったキック、また推進力につながるキックにつながります。陸上の時と同じように、後ろ足前足飛んだら両足揃えてストリームラインの意識を忘れずに飛び込んでください。膝を擦るようにキックを行うことによって力がそのまま推進力に変わります。それをイメージしながらキックを行ってください。またキックをする時も内転筋の力が入っていないとふわふわとしたキックになってしまうので、内転筋を入れるということがとても大事になっています。ご覧いただきありがとうございます。この動画の詳しい内容は、このムービーの下のもっと見るの欄の中にある URL をクリックしてください。スマートフォンの方は、縦に表示して、三角ボタンをタップして、動画の説明を表示させ、URL をタップしてください。